皆さんこんばんは、ナナミです。今日は2020年のマイベストスキンケアを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。まずは私のね、この見ての通り、いつもこう濃いメイクをすっきり落としてくれるクレンジングから紹介します。こちらのデュオのクレンジングになります。今使ってるのがこのいちごタイプなので、中がちょっとね、つぶつぶが入った感じで、本当にいちごの香りもするし、見た目もそうだけど、本当香りとかそういったつぶつぶがあったりとかするので、本当になんかいちごを肌にのせてるような感じでできるクレンジングです。今年の後半からちょっと久しぶりにデュオをまた使い始めたんですけど、やっぱ久しぶりに使ってみてもやっぱすごい良くて、私がクレンジングに求めるのはやっぱりまずしっかり落ちることと、なんかこうキュッてなりすぎないものが好きなので、その2つが、ちゃんとできるのが、このデュオだったかなと思います。私が今使ってるのとかもそうなんだけど、このキャンメイクのマスカラってリムーバーがないと落とせないようなぐらい本当にカールキープ力があるようなものなんですけど、そのリムーバーを使わなくてもしっかりマスカラが落ちてくれるっていうのが私の中で結構強くて、つけてすぐオイル化してくれるので、メイク落とす時間が早くなったかなって思います。あと肌の突っ張り感がないので乾燥しにくくて、そこもすごく気に入っています。なのでね、後半に使い始めたけど、もうそれでも食い込んできたのがこのデュオっていう感じでした。続いて化粧水部門、化粧水部門に関してはもう多分みんな薄々分かってるんじゃないかなと思うんですけど、こちらイップスとザ・タイム・アール・アクアです。もうこれ毎回出てきてるこれに関してはもう何本リピートしたか本当にわからないレベルでリピートしてるので、実際に何本リピしたっていうのはちょっと覚えてないんですけど、とりあえずもうなくなったら絶対買うっていう感じでずっとリピしている商品です。もうテクスチャーはもうもろ水っていう感じのサラサラ感で、とにかく潤いで満ちた肌にしてくれるなっていうイメージかな。まあ、テクスチャーがね、もろ水っていう感じなので本当に優しい感じの使用感なんですけど、もうとりあえず私はこれが大好きすぎて、今年ね結構違う化粧水を使ったりとかもしたんだけど、結局今年いっぱい使ったのはこのイプサだったかなと思います。なんか戻ってきちゃうっていうか、ずっと使ってたいなって思える化粧水でした。あとは見た目も好きだからまあ新居になったっていうのもそうなんだけど、結構こうシンプルな感じが好きになってるから今のところだからそれでこれ置いとくとすごいね、なんかそれだけでも映えちゃうのはい、じゃあ続いてパック部門。パック部門はちょっと、こちらデバイスになるんですけど、スウェーデンブランドのフォレオ、こちらは UFO という名前のものでして、こちらのデバイスを使用するときに使うパック、はい、こちらですね。こちらのパックなんですけど、メイクマイデイっていうやつで朝用パックになります。このデバイスに Bluetooth が搭載されているので、携帯のアプリを使ってこのシートのここのバーコードを読み込ませると、音声ガイドだったり、あと音楽が流れてきます。まあ、この作業に関しては1回登録しておけば大丈夫です。今こちらが使用している映像ですね。温熱モードでとにかく気持ちくて、まさかね90秒だけでパックできるっていうのがすっごい嬉しいです。このマスク使った後にしっかりこうツヤ玉ができるので、それほどの潤いがあるということなので、そこもすごいし、メイクの前にこのメイクマイデイを使うと、メイクのノリがとにかくすごく良くなって、だけどメイクの邪魔をするような感じのベタつき感とかそういうものはなくて、で、90秒でできるということで、多分ほぼほぼ毎日のように使用できてるかなと思います。そう、だからね、やっぱ結局90秒でできるっていうのが強みで、朝パックするってなったら絶対このフォレオの UFO を使ってます。肌もしっとりするっていうのももちろんなんだけど、このシートを抜いた後なんですけど、それでもこんなにね、見てわかります、たっぷり、あ構想成分、簡単に言うと、保湿成分ですねが入っているので、潤いに満ちてくれます。この UFO に関しては化粧水の吸収力を上げたいなっていう時とか、もうたったの90秒でできるっていうことで、私はすごくね時短にもなるし、かなりおすすめかなと思っています。で、こっちの夜用なんですけど、こっちは夜用マスクで、使い方はさっきの朝と全く同じです。香りとともに眠気が眠くなっちゃうぐらい気持ちくて落ち着きます。そのね音楽を聴きながらこうやってると、なんかねリラックスモードに入っちゃって、多分頭がだからもうこれを聞いただけでも結構なんかスンって、もうすぐ眠いってなっちゃう感じ。毎回ねアプリを連動する必要はないんですけど、私は案内音声を聞きながら結構しっかりスキンケアするっていうのが好きです。より輝かしく健康的なお肌にします。
音声がねある方がね、なんか私は癒されるような感じがするので、結構私はちゃんとアプリを開いて使ってるかな。ということでパック部門はこちらの2つでした。ちなみにこのパック私は Amazon でなくなったら追加買いしてます。はい、ということでじゃあ続いてはオイル部門。オイル部門はこちら RMK のダブルトリートメントオイルです。よく見てもらうと分かるんですけど、ここがね2層になっています。ここ下に黄色いのがあって、これがオイルですね。なのでこれを最初混ぜます。しっかり混ぜてから使うオイルになっています。もうこれに関しては田中みな実さんがもうめっちゃめちゃ推してるオイルで、まあ多分いろんな雑誌とかでも絶対載ってるし、そうそう、もう田中みな実さんといえばもうこれっていうイメージが私の中ではもうできてるぐらい、この RMK を紹介してるなっていうイメージなんですけど、私は先ほども紹介したこのイプサと混ぜて使ってます。もうとにかくつけたら速攻テカテカになるんですよ。この映像見てわかる通り、もう油っていう感じのベタつき感がなくてサラサラしてて、なんだけどこうしっかりしっとり仕上げてくれるっていう感じなんですよね。まあ今の時期なんか特に顔が乾燥すると思うんですけど、そういった時に乾燥を防ぐという意味でも使えるので、私は毎回、メイクの前には絶対これを使うようにしています。やっぱり使用して思うんですけど、こういうオイルを使った方がなんかね、日中のその乾燥をすごく防げるような感じがします。なんかもう朝使うのがもう癖になってるような感じなオイルになっています。結構使ってるんだけど全然減らないのね。もう全然嬉しいんだけど減らないっていうのは、まあなくなったらまたリピートしようと思っている商品です。続いて乳液部門。乳液部門もねちょっともう毎回出てきてるぞって感じなんだけど、カネボウのフレッシュデイクリームです。こちらは日中用なので、私はこのスキンケアが終わった後にとりあえずこれを塗っていけば SPF なども入ってるから、そのまんまね外にも出れますし、なんか安心かなっていうので使っちゃってます。もう見てください、このわかりますか、このツヤすごいでしょ。これをつけとけばもうとりあえず乾燥しないだろうっていうぐらいのもうしっとり感。なんかわかんないけど肌につけたらもうこれだけでも結構綺麗に見えるっていう、なんか不思議なクリームなんですよね。これも実際田中みな実さんが推していた商品で、そう手を出したのがきっかけなんだけど、もう結構使ってるかな。でストック買いもしてるぐらい大好きな乳液になっています。でお値段も結構気になる方多いかなと思いますけど、実際結構少量でつけて伸びもすごくいいですし、あんまりこうすぐなくなるってイメージではないので、ぜひ気になった方はチェックしてほしいなと思います。はい、ということで今回はちょっと早いんですけども、2020年のマイベストスキンケアを紹介しました。個人的にはもう自分が大好きでずっとリピートしてる商品なので、なんか一つでも気になったものがあったら手に取ってほしいなとは思っています。嬉しいことに私 YouTuber を始めた頃はそんなに言われてなかったんですけど、しっかりこうスキンケアに力を入れるようになってからは本当に肌を褒められることが増えて、実際にクリニック行ったりとかっていうのは私、まあ、子供もいるっていうこともあって全然行けてないんですけども、それでも褒めていただけるということはやっぱりしっかりホームケアできてるのかなっていうのもあるので、私がね今このおすすめしてるものはもう声を大にしてもうこれはいいですよって言えるものなので、ぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。